裁判所前をご通行中の皆さん、私たちは迎賓館横田裁判の完全無罪を勝ち取る会です。私たちの差し戻し控訴審の判決公判が来たる6月27日東京高等裁判所の429号法廷で午後1時半から開かれます。この裁判に注目し、ぜひ傍聴してください。私たちは今から26年前、中曽根康弘が東京サミットを開催した際に行われた東京赤坂の迎賓館と、それから米軍横田基地に向かってロケット弾が発射されたとする2つの事件で、でっち上げられました。この事件では菅さん、戸上さん、福島さん、そして私、板垣の4名が犯人としてでっち上げられました。しかし私たち4名は迎賓館事件にも横田事件にも関与していません。この事件は初めから証拠のない政治的な冤罪事件でした。第1回公判で検察側が提出した証拠があまりにもでたらめであったため、当時の上垣裁判長が警察官に向かって、一体この裁判で証拠はあるのかという異例の問いかけをしました。それに対して検察官は証拠はありませんとはっきりと答えています。このように本件は第1回公判から証拠がない冤罪事件であるということがはっきりと明らかであったのです。ところが検察側は当時私たちが別の事件で逮捕拘留され裁判になっているということを良いことに、この全く本件とは関係のない事件の証拠を全て本件迎賓館横田事件の証拠であるという形で横滑りさせ、私たちを起訴し延々と一生を続けたんです。私たちはこの証拠のない冤罪事件と第1回公判から無実無罪をかけて争い、今日まで27年間戦い続けてきました。そして16年にもわたる火消し交流を跳ね返して、2004年と3月には一審無罪判決を勝ち取ることができました。ところが許しがたいことに、検察側は何の根拠もなく控訴し、控訴審ではこの16年もかかり、一審を繰り返して無罪判決に到達した私たちの裁判について、いきなり1回も一審をせずに無罪判決を取り消すというとんでもない反動判決が行われました。一体16年もかかって証拠を一つ一つ吟味し、そしてその証拠は本件の証拠ではないと裁判所が認定して無罪判決を出した、この裁判を一回も審理せずに無罪判決を破棄して取り消す、こんなことが許されていいわけはありません。
が、この東京高裁中川武隆の行った一回も審理せずに不在判決を取り消すという判決を断固として粉砕するために控訴し戦いましたが、最高裁はこの東京高裁の反動判決を追認し、差し戻し審ではこれに従ってデタラメな審理をして私たちに逆転有罪判決をしたんです。この逆転有罪判決は私たちが無実無罪であるということを知りながら証拠にならないメモを勝手に解釈し、デタラメなストーリーを作り上げて私たちを犯人に仕立て上げるというとんでもない内容です。私たちは怒りを込めて控訴し、この1年夕飯差し戻し控訴審で戦い続けてきました。この差し戻し控訴審の判決公判がいよいよ来る6月27日に東京高等裁判所の429号法廷で午後1時半より行われます。どうかこの27年間にわたるとんでもない冤罪事件を許さないために、この裁判に注目し、ぜひ傍聴してください。そして私たちが再び不在判決を勝ち取れるよう、ぜひ皆様方のご支援とご協力をお願いいたします。裁判所前をご通行中の皆さん、私たちは迎賓館横田裁判の完全無罪を勝ち取る会です。私たちは今から27年前、中曽根康弘が首相をしている頃に行われた東京サミットの歓迎会の会場であった赤坂の迎賓館と、それから米軍横田基地に向かってロケット弾が発射されたとする2つの事件ででっち上げられました。この事件では菅さん、曽我部さん、福島さん、そして私4名の被告人が裁判に問われましたが、私たち4名は迎賓館事件にも横田事件にも関与していません。私たちは無実無罪です。私たちが無実無罪であることは、地震で16年も争い、証拠を一つ一つ吟味した第一審の裁判所が私たちに無罪判決を出した、このことで明らかです。第一審の裁判所は検察側が主要な証拠としているメモは本件について一切書いていない、そもそも誰がいつどこで書いたのか不明であるということをはっきり述べて、私たちに無罪判決を行いました。ところが差し戻し控訴審では、この第一審判決が証拠にならないとしたメモの証拠とし、その恣意的捏造的な解釈を持って私たちに逆転有罪判決を行ったんです。私たちはこの有罪判決を断じて許しません。来る6月27日の判決公判では必ず無罪判決を勝ち取ります。どうか皆様方の温かいご支援とご協力、そしてぜひ署名をお願いいたします。